皆さんこんにちは、リットです。今回ですね、毎週やらせていただきます今期2022年秋アニメ海外キャラクター人気格ランキングトップ10やっていきたいと思います。というわけで、今回第10週目の海外キャラクター人気格トップ10ということで、いつもでアニメトレーニングさんの女性キャラも男性キャラも2人もそれぞれ全部の、3本ですねのトップ10紹介していきたいと思います。ということで、おそらく今回が最後になるかな、もしかしたら次回がもう1個あるかなっていう感じの、ランキングになってますかね。上位陣の、ね、人気がえぐいなっていうのもあり、まあ、1位交代になった部分もありというところでね。はい、なかなかね、あれ面白いランキングになってってんじゃないですか。はい、では早速、まあ、女性キャラもトップ10から紹介していきますね。皆さん今回のに対する感想ですか、皆さんの推しキャラ、推しカップル、カップリングとかもねあったらぜひコメントいただけますと嬉しいです。というところで早速まず女性キャラもトップ10からやっていきたいと思います。女性キャラもトップ10、それがこちらというところで、セッタ・マーキュリー2週連続1位というところでね、スレッタちゃんの人気が凄まじいと、まあガンダムもね、まあこのアニメトレーニング作品別でも1位になってますけれどもね、スレッタちゃん2週連続1位と、おめでとうございます。はい、そして、第2位後藤1人、ボッチちゃんが2週連続2位というここの安定感ですね。で、第3位ヨルさんが上がってきました。ヨルさんのもう可愛さやばいからね、これね、第3位に上がってきたと。で、第4位がイジチニジカちゃんっていう、ニジカちゃん、エンジェルニジカちゃんが2週連続4位となりました。で、キタ、行くよ、キタキタちゃんがね、2ランクダウン、ヨルさんと入れ替わる形になって5位というところでね、まあ、ランク落ちた時はこれ、高位順位と言っていいでしょうね。第6位、パワーという、これね、パワーじゃないよ。パワーすいません、めっちゃ滑った。パワーがね、ランク少々入ってきたんだよ、これ。うん。そうそう、パワーはもっと入っていいよねっていう感じ、僕すごい思っててさ、マキマさんが先週入ってて、マキマさん今回入ってねえのか。うん。というとこで、第8週目の時は7位でね、前回ランク外で、で今回が、パワーが再びランク入ってきたというところで6位でございます。でマキマさんもいないんだよね。はい、第7位がミオミオと2週連続7位という、ミオミオの人気も安定している。第8位がリョウちゃんという、リョウちゃんも2週連続8位という、もうモザルがもう4キャラずっと2週連続入ってんのかっていうところで、もうバケモンジミで同じです。やばいですねこれはこれでね。はい、で第9位がアカリと、で第10位が万年ランコ、なんかさ、これはもう諦めレジェンスを見てる人もみんな納得というね、ランキングなんじゃないかなと思いますけど、いいですね。はい、というところで、で今回はそれマキマさんね11位だったね、アーニャちゃんが12位、コボニーが13位とかね、そんな感じで、チュッチュが14位か、でラムが15位とか、こんな感じでなってますがね。やっぱこう見ると作品別で見たら、やっぱボザロのね、この明らかにこうキャラクターのやっぱ魅力というか人気がめちゃくちゃあるなっていうか、ズバ抜けてんなっていうのが見えてくるかなっていうのを思いますけれどもね。その他のキャラもめちゃくちゃ魅力的かつ可愛いというこうね、ランコさんもね、もう最高のメイドですかね。はい、というとこで女性キャラもトップ10は以上としまして、続いてここから男性キャラもトップ10紹介します。それはですね、こちらというところで、モブくん2週連続1位という、こうね、結果的に男性キャラはモブくんが一番1位を取ったのかっていう感じですけれどもね。で、ロイド・ホージャーが2位、第3位デンジという、こうね、1、2、3位は先週と同じというところですが、モブ最後良かったっすね。最終回めちゃくちゃ良かったし、モブくんこれは良かったですよ。はい、1位でございますというところでね。第4位、指導影のワンランク上がって4位。第5位、早川秋、ワンランクダウン5位という。秋くんが正直、個人的には1位かなっていう。秋くん、マジかっこよくないですか。もう、男の僕でも惚れんじゃないか、これ。もう、とんでもかっこいいな、秋くんはね。もう主人公ですから、彼は。もう5位と。ちょっとこれはもうちょっと高くていいんじゃないかなと思いますね。第5位が、霊源師匠というところで、ワンランク上がって6位。まあ、モブ最高ね。まあまあまあ、あんま言うとね、ダメになっちゃうかもしれないけど、霊源師匠、もっと上でもいいぞって思いつつ、まあまあまあ、この対象回はね、まあまあ、そんなに多分出番、まあ、あったはあったと思うんですけどね。っていうところですか、6位となってます。はい。でね、花沢くんもね、人気です。2週連続7位となってます。第8、黒崎いちごという再びランク入ってきましたという、こうね、いちごはさ、ランク入ってもらえてね、はい、なかなかまたブリーチもね、重要回、超重要回というかね、やってますし、まあ、1時間スペシャル最終回で楽しみですよね。第9位が、
イサギ・ヨイチというとこね、ワンランクダウンも9位、第10位がバチラというとこね、でちぎりが押し出されちゃったというところね。なんかブルーロックは思ったよりキャラ人気上がってこないね、おかしいなと思いつつ、でもとはいえ上にいるキャラたちもめちゃくちゃね魅力的なキャラばかりですからねっていう感じに思いましたが、トップ10は、こんな感じというかね、モブくんが2週連続1位取りました。おめでとうございます。はい、では、今回の最後に2人組ものトップ10紹介していきたいと思います。これがねかなり面白い結果になってますね。2人組のトップ10がこちらというところで、ロイド・ヨルペア1位という3ランクアップして1位、久しぶりじゃないですかこれ。もう最初以来ぐらいじゃない、もうなんかめちゃくちゃ久しぶりな気がしますね。そうだね、みよみよとスレッダーが取った時もあったしね。第5週目、まあ、第5週目以来か、うん、っていうとこでね。そう、最初の週はそうですね、ロイドフォージャーとヨルスさん、あ違うか、4週目から始まったのか、ん3週目、っていうとこで5週目以来の1位というとこでね。まあ、スパイファミリーの最新話見たらね、まあ、ロイドとヨルさんか、まあね、アーネちゃんとベッキーかというとこでね、で今回アーネちゃんとベッキーが入ってないっていうことなんでだっていう感じはしますけれどもね、まあ、あのロイドとヨルさんが1位ということはめでたい。いやーここよかったもんね、スパイファミリーもね、まあ、早くも2期と劇場版が最終回前に決まってるというさすがの作品ですけどね、ロイドペア1位となりました。はい、というカリスマの夫婦から本物の夫婦へと、はい、1位でございます。第2位クラウド、アイリーンというワンランクダウンも2位という、ここも非常に高い順位ですね。第3位がアタルラムという子をね、3週連続3位というか、アタルラムね、ちょっとここ最近の話どっかね、君さりしのうちマジで良かったんで1位取ってほしかったんですけどね、3位とくそでもね、まあ、ちょっとこのアケクレイションはね、ちょっと僕途中で見てないからあれだし、ね、ロイドとヨルさんめちゃくちゃ良かったんでね、難しいところですけどね、はい、アタルラム3位と、え、キミサリシャンちゃんマジ良かったっすね。はい。第4位がクリストファー・エリアーナという2ランク上がって4位という、ちょっと上がっていましたね。第5位がジロー・アカレという、ジロー・アカレもね、1取ったんですけど、3ランク下がって5位まで下がってきちゃったと。第6位が新一花という子をね、新一花はね、2ランク上がって、もうぶちゃくちゃめちゃくちゃ面白かったですけどね、この前もね、6位となってます。はい。第7位がミオミオ・スレッドという子ね、1位だった時もありましたがね、ここまで下がってきたかっていうと、2ランク下が7位と。いうとこですね。まぁ、あ、ちょっとなかなかね、シリアスな感じになってますからね。まぁ、あ、それもわからんかないかなと。第8位がね、なんと、りょうちゃん、いくよペアが入ってきたというところでね、この2人の絡みも、ボザロってね、結構この2人の絡みがおもろいんよね。この前の話とかってさ、やっぱ、ひたちゃんとにじかちゃんのなんかこの、陽キャオーラ全開みたいなとさ、りょうちゃんとぼっちゃんのコンビとか、りょうちゃんと、にじかちゃんで、ぼっちゃんときたちゃんもそうだし、きたちゃんとりょうちゃんとか、にじかちゃんと、どのね、ペアリングも最高やないですか。そんな中で、次にランク入ってきたのがりょうちゃんときたちゃんということで、まあ、この二人はね、元からもうきたちゃんが、ただの妖怪じゃないぞっていうのをもう一瞬で分からせてくれた、ね、とこでしたけれどもね、この二人もいいですよね。この北ちゃんが面白いんで、りょうちゃんもまたいいんですけどね。まあ、僕はボニージ推しとしてはね、なんでや入ってこねえんやって感じがするんですけど、こうやってランク入ってきたのはやっぱすごいですよね。二人組もってやっぱね、主人公とヒロインばっかりですよ、基本的に。っていう中で、こうやってみよみよスレッタ、まあこれは主人公のヒロインじゃ、主人公のヒロインなんだけど、りょうちゃんと一興ちゃん入ってきても、これはすごい歌だなと思いますね。はい。第9位が、コウシュン、ジュゼツというところね。こちら2ランクダウン9位というところね、下がってきたというところ、なんでだ9位です。第10位が、イルマくんとアミリさんという、イルマくんとアミリさんの絡みあったよくあんだけど、なんかランク入りました。はい、というとこね、ロイドヨルペアが久しぶりに1位獲得しましたというなんかね、ロイちゃんとイクヨちゃんなんかも入ってきたよというとこで、まあ男女ね、男性キャラ女性キャラのランキングはまあそんな変化なくっていうところで、まあ上位がやっぱねかなり安定した強さを見せてきたなっていう中で、2人組もね結構大きな変化もありつつね、もうこれはまた面白いなというので見させていただきましたという、ぜひね皆さん本愛の期待する感想ですが、皆さんの推しキャラなんかもコメントいただきますと嬉しいです。またね、来週多分今回最後になるかなと思うんですけどね、僕自身の個人的可愛いキャラランキングは、今週か、まあまあ年内に出てあげますし、まあそれ以外はね、まあ、今期また来期の動画ガンガン上げていきますので、ぜひねこれを機にチャンネル登録声をねしてきますと嬉しいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。